H34 クラブ K5 の、C1 の実習区画です。大根がもう葉の長さは40センチぐらいになって、根っこが今細いのは1センチぐらい、太いのはもう3センチぐらいになってきてて密集しちゃってるので、この辺の太いのを残して細いのを全部間引きして、だいたい30センチぐらいはちょっと間隔をお互いに開けて、30センチ間隔 で1本ずつぐらいになるようにしていっていただいた方がいいと思います。で、蜜菜は、これが蜜菜だと思うんですけど、ここにあるのがちょっとやっぱり発芽率が悪いというよりも多分虫に食べられた可能性が高いと思います。で、これはもう一回ちょっと巻き直してみるか、これは比較的残ってますね。だからちょっと芽が出てないところは全部草を取って、で、もう一回何かを巻き直していただくような形でもいいと思います。で、人参はそろそろ少し間引きをして、まあ密集しているところのを取って、まあ、全体に密集してますけども、最低でもちょっと株と株の間隔が2センチか3センチぐらいには開くように、第一次の間引きをしていただいていいんじゃないかなというふうに思います。オクラはこれはまだ芽が出てきてない感じですね。